私に控訴を進めに来たと、そう伺いましたが、何か新しい証拠でもあったんですかね。間宮ゆいから話を聞きました。あなたは御子柴殺しのアリバイを偽装するためにあえて痴漢の濡れ衣を着たですよね。ほう。目的は息子さんの復讐と、大々的にその罪を逃れて法を嘲笑ってやること。おっしゃってる意味が分かりません。江原さん、多分あなたが思っている以上に私たちは事態を把握してます。どう把握されてるんです？先ほど八神さんが言いました。あなたは無実です。痴漢の事実に関しては私は弁護人として控訴を申し立て、改めてあなたの無罪を主張します。いえ結構ですよ。私は卑劣な痴漢です。検事も裁判官もそう確信して判決を出したんですから。痴漢があった10月7日、あなたは午前6時半ごろ都内にではなく偉人町にいたはずです。いえ家にいましたよ。そんなわけはありません。ん？息子さんを自殺に追いやった男をあなたは存分に痛めつけたかったはずです。自宅にいたんじゃその機会を逃してしまう。だからやっぱり偉人町にいたんでしょ、江原さん。そして御子柴が家を出てくるのを待ってたんです。桑名の元教え子たちと一緒に。車に引きずり込んだ獲物は偉人町のハイビルへ連れて行ったんですよね。後に殺害現場になる場所です。御子柴は指の骨をすべて折られていました。彼が敏郎君を死に追いやったことを考えれば理解はできる行動です。きっと一切手を抜かずに御子柴を痛めつけたんでしょう。たっぷりの苦痛と恐怖を味合わせた。そこにあんたがいなかったなんてありえないよ。かけてもいい？それで？続きが聞きたいか？あんたにはもう全部分かりきったことなのに。いや、あんたらの突飛な発想に興味があるんだよ。御子柴を痛めつけたあんたが次にしたのは。これは素晴らしい動画だ。あんたは御子柴の体に自分の痕跡が残らないようにしてその喉をかき切った。死亡推定時刻は10月7日の午前7時半ごろ。血まみれのコートを脱ぎ捨ててあんたは急いで移動を始めた。行く先は間宮ゆいの待つ池袋駅。どうかな。私は7時半過ぎにはもう池袋にいた。偉人町で御子柴を殺すのは時間的に不可能だよ。池袋で防犯カメラに映っていたのはあんたそっくりの替え玉だ。その正体は偉人町の便利屋で桑名仁。もしかしたらあんたには別の名前を言ってたかな。元高校教師の北方優って。あいつはどっちの名前をあんたに言ってた？誰のことを言ってるのかわからない。桑名が駅の防犯カメラに映ってる間あんたはまず池袋で間宮ゆいと会った。そこで彼女の用意してた下着に触れた。その時手についた微物は後々痴漢の証拠として警察に検出される。
そしてあんたは一足先に電車で新宿駅、その後間宮ゆいと桑名が痴漢騒ぎを演じながら新宿駅に到着。電車から飛び出した桑名を間宮ゆいが走って追いかける。そしてあんたは何台も防犯カメラがある駅のわずかな死角で自分と同じ姿をしている桑名を待ち構えていた。改札を通した IC カードはここで桑名からあんたに渡される。午前7時43分に池袋に至って物証の一つだ。そうやって同じ姿をした二人は瞬時に入れ替わった。でも人混みの中、周りの通勤客は気にも留めない。だからきっと間宮ゆいが周りに助けを求めたのはあんたらが入れ替わった後のはずだよ。その先はテレビで何度も流された通り、大勢の前であんたは痴漢として取り押さえられた。現役警察官が痴漢で逮捕、往生際悪く捕まる姿は世論の怒りを買いました。結果、初犯であるにもかかわらず実刑判決。誰もが卑劣な痴漢に妥当な制裁であると感じていました。弁護人である私でさえもです。もっと自信を持ってくださいよ、白崎先生。検事や裁判官、あなたのような先生方が何人も知恵を寄せ合った法廷で私は有罪になったんです。疑う余地はありません。私も敏郎にいじめはなかったとする判決を受け入れましたよ。法廷の下した決定には従うほかない。そうでしょう。ねえ、そうでしょうが。あんたの言いたいことはわかる。法廷が果たせなかった正義を自分で果たしたってことだよな。息子がされてきたことを誰もがなかったことにしようとした。学校もそこの教師も法廷もみんなあいつが死んだ理由に取り合わなかった。そこへ桑名が来た。実は敏郎君はやっぱりいじめを受けてましたと。でもそう吹き込まれただけであんたは桑名と共感し御子柴を殺したのか。彼は生きてるうちに指を全部折られていた。なんでそこまでの殺意が持てた。どうなんですか、江原さん。沢先生からいじめの事実を知らされた。敏郎君がそのことを打ち明けたのは先生にだけだった。あんたは彼女からそれを聞かされたのか。そういうの当たらずとも遠からずって言うんだろうな。え？彼女は私と学校の裁判が終わった後、いじめがあったことを昔の恩師にだけは電話で告白していた。それが録音されてるとも知らずに。何？桑名さんがその音声を私に聞かせてくれた。沢先生が敏郎の担任や弁護士に口止めされてたこともそこで知った。それは裁判中、私がずっと欲しかった敏郎へのいじめの証拠だ。沢先生の言葉でやっと私はあいつがどれだけ追い詰められていたかが分かった。他にいじめの証拠になるものはなかったんでしょうか。例えば敏郎君の日記とか。何もなかった。敏郎は私にも妻にもいじめのことは一切相談しなかった。多分私のせいで。
どういうことです？あいつは中学の時にもいじめに遭っていたんだ。筆箱を捨てられたとか、教科書を隠されたとか。そしてそれを聞いた私は、お前が弱いからだ、もっとしっかりしろと叱りつけた。そうするべきじゃなかった。あいつが自分の受けた屈辱を私たちへ言うまでにどれだけの勇気がいったか。恥ずかしいと思ったはずだ。それでも助けを求めた行動、私は何よりもまず認めなきゃならなかった。よく打ち明けたと褒めるべきだった。なのに私は突き放してしまったんだ。そして敏郎はもう二度と私たちに弱みを見せようとはしなかった。どんなに辛くてもだよ。わざわざ横浜の私立に入ったのも私と暮らすのが嫌だったからだろう。なのにその清涼高校であいつは。だからあんたは御子柴に迷いなく殺意を向けた。さあな。桑名は沢先生との電話をあんたに聞かせたんだったな。あいつが現れたのはその時が初めて。なあ、彼は息子のために復讐をしないかと持ちかけてきた。警察官の制服を着ていたこの私にだ。大胆なやつだよ。でも今は感謝しかない。彼はこれまで他にも御子柴のような連中を何人も始末してきたと言ってた。そしていじめで子供を亡くした遺族に復讐を進めてきたそうだ。いじめっ子で済まされてしまった罪人に正しく制裁が加えられるべきだと言ってな。そのさじ加減を誰かが勝手に決めた先にあるのは法の機能しない世界です。法が万人に公平でなければ誰も従わなくなります。腕力や財力、そういう力の有無に左右されないからこそ法は力の弱い者も救えるんです。なら罪を逃れて笑う者を法が罰してくれなかった時はどうしたらいい。法で裁けない者を見過ごすのは法で守れない者を見捨てるということだ。人を罰するにはそれに足る証拠がいるんです。桑名さんに復讐を勧められた人の中にはやはり許されないことだと拒む人もいたようでね。ただそんな場合でも桑名さんの情報が警察に告げられたことは一度もない。それがどういうことかわかるか。復讐という選択をするしないにかかわらず、桑名さんの勧め自体はみんな理解できる話なんだよ。なのに法ってやつは不公平だし不完全で、違うか。違わないよ。でも公平であろうとみんな努力してる。完全を目指して法律も変わり続けてる。それじゃ遅すぎるんだよ。敏郎は殺されたも同然だった。なのに御子柴弘は野放しにされてる。教師になろうと教育実習まで受けてたんだぞ。あんな人間が馬鹿げてる。法律が公平になるのを待ってたら私は老いぼれて死ぬだけだ。敏郎のために御子柴がのうのうと生きてる社会は見過ごせない。なら私が手を汚す以外にどんな方法があった。私がやるしかなかったんだ。矢上さん、今の初めて御子柴殺しを認めましたね、三原さん。無能な警察に引き換えよく調べたよ、あんたたちは。
桑名さんの計画した仕掛けは上々だった。それがこんなに早くバレるとはな。運が良かったんだ。間宮ゆいには桑名に握られてた弱みがあった。あれが見つかってなきゃ彼女を喋らすことはできなかった。何の話だ。いやあんたに教える義理はないよ。江原さん、このままだとあなたは痴漢として刑務所に送られることになります。もちろんだ。それが狙いなんだから。有罪が確定して私は痴漢として罰せられる。そうなった後は警察や検事も自分たちからそれが誤りだったとは言い出せない。もしその後私が御子柴を殺してやったと騒ぎ立ててもな。あなたは出所後に殺人を自白するつもりなんですか。御子柴を殺す私の動画はもうみんな見たはずだ。もちろんあれは本物だよ。なのに検察や警察でさえあれをフェイク動画だと言ってくれてる。きっと私が自白したところで見て見ぬふりだ。まさかそんな。いや、あり得る話かもな。ただ連中がどう反応しようがあんたは構わない。そうやって法をコケにしたいだけなんだろ。歳六の件もなかったことにした法をさ。あんたはだいぶ分かってきたようだな、八神さん。検察が御子柴殺しで私を調べるならまず痴漢に下した罰を撤回しなきゃ筋が通らない。しかしそれは法廷が犯罪者にまんまと騙された事実を大々的に認めるということだ。だから誰もが御子柴殺しの犯人を知りながらその罪を裁けず直視すらできない。そんな状況になったら最高じゃないか。あんたの気持ちもわからなくはない。そうやって越に行って喋りたくなるのもな。ん？けど今回の件であんたらは虎の尾を踏んだらしい。虎の尾？神室町の半グレたちを誰かが裏から動かしてる。その誰かっていうのが虎だよ。そいつがあんたと組んでる桑名のことを捕まえようとしてる。そして沢先生が巻き込まれた。拘置所でも新聞くらい読めんだろ。知らないか。沢先生は半グレに自宅へ押し込まれて殺されたんだ。桑名の巻き添えになって。彼女が殺されたのは知っている。でもそのいきさつを聞いたのは今が初めてだ。神室町の半グレって RK か。ああ、ただ奴らが桑名を追ってる理由はまだ分かってない。あんたはどう思う？分かるわけがない。もしかしたらあんたらの危ないゲームが彼女を巻き込んだんじゃないのか。何？人を殺して罪を逃れるっていうのはそういうことだよ。そいつを取り繕った嘘がいつかどこかに大きな歪みを生む。そして考えもしなかったことが起きる。桑名はあんたも言ってたように御子柴以外の殺しも繰り返してきた。そのことが怒った虎を呼び寄せたのかも。そしてもしその代償を沢先生が身代わりに払わされたんだとしたら、あんたらの復讐こそ不公平じゃなかったか。彼女は法廷で嘘の証言をした。敏郎へのいじめはなかったと嘘をついた。それは証拠もなく未成年の御子柴を名指しできなかったからだ。確かに彼女もその時の証言が正しかったかどうかずっと迷ってた。でもだから殺されても仕方なかったと。あんたが敏郎君のためにしたように俺も沢先生の死をはっきりさせる。
どうやって？あんたや桑名のやったこと、その全てを公にするってことだ。それにはまず痴漢裁判を控訴して真実を正す必要がある。間宮結衣への痴漢について、江原さん、あなたは無実です。先の法廷では十分な審理がされてませんでした。あなたの無罪を主張するために改めて控訴させてください。それで私に何の得がある？また法廷をコケにできるよ。どうせ無所に入ったら半年も暇なんだろ。わかった。好きにしたらいい。ただし。何です？私は法廷で三越馬殺しを認める気はない。そんな状況でも控訴なんてできるのか？それはやってみなきゃわからない。行こう、沙織さん。依頼人は控訴しても構わないと言ってる。そうと決まったらすぐに動かなきゃ。ええ、そうですね。八神さん、沢先生を殺したのは私じゃない。虎の尾を踏んだからといって私が彼女を死なせたことにはならないはずだ。その理屈だと敏郎君を殺したのも三越芝じゃないってことになる。あんたはそれを認められんのか？あんたのこと、桑名のこと、沢先生がなんで死ななきゃならなかったのか、全部俺らが暴き出す。彼女のためにできるのはもうそれしかないんだ。八神さん、源田先生にこれからのことを報告します。どうぞ事務所の方へいらしてください。ああ。なるほど。じゃあ江原は三越馬殺しを認めたんだな。非公式にですけど、復讐は桑名から持ちかけられたとも言ってました。これで随分はっきりしてきたね。ええ、なので早速痴漢裁判の控訴を申し立てます。よろしいですね、源田先生。源田先生、痴漢と三越馬殺しは両方合わせて一つの事件だ。痴漢の無実を主張するには江原の三越馬殺しを立証しなきゃなんね。だが今のところその証拠はない。だよな。江原さんの殺人動画があります。検察はそいつを出所不明のフェイク動画だと言ってる。警察も同じ言い分だ。それは彼らが勝手にそう言ってるだけです。実際には江原さんの痴漢を示す証拠の方がフェイクだったんです。少なくとも間宮結衣たちの協力があれば、あの痴漢事件を捏造できたと主張できます。裁判所は控訴の申し立てを受けてくれると思うか？先生は無理だとおっしゃるんですか？無理とは言わん。ただ肝心の江原は法廷で三越馬殺しを認めないってんだろう。なら控訴したところで勝ち目はどうだ。決定的な新証拠もなく、一審の判決にケチつけるだけの結果になりかねん。それだと沙織君の将来に差し障るんじゃねえか？はっきり言って私は随分見くびられていたものだと、そう感じています。何？沙織さん、もしかして怒ってます？ええ、残念ながら。ですよね。いいですか先生、江原や桑名は司法のそういうしがらみにつけ入って今回の計画を立てたんです。バカにされたとは思いませんか？我々が検察や裁判所に忖度なんてしたら、それこそ向こうの思うツボです。弁護士が法と向き合うとき、自身の保身を気にしてどうするんですか？ああ、
ああ、確かにそうだ。そうなんだがよ。それに私は第一審で江原の無実を弁護しているとき、実際のところその主張を信じていませんでした。弁護する人間を信じもせずに法廷に立った自分を苦く感じていました。沙織さん、江原はそのことを見透かしていたはずです。きっと法の建前に縛られている私たちの姿をバカにしていたでしょう。それを私は見返してやらずにはいられないんです。お前の意見はどう思うんだ、八神。全部沙織さんに従いましょう。俺も江原や桑名の行動を理解はできますが、見過ごすことはできません。そうか、お前もその気になってんだな。ええ、ただ俺の動機は沙織さんより少し不純かも。うん、どういうことだ。三越葉殺しとアリバイ偽装の痴漢、それを裏で糸引いてたのは姿を消している桑名です。奴を暗がりから引きずり出すには人目のあるところで光を当てる必要がある。だったら江原の控訴審はその絶好の場所になります。じゃあお前の目的は江原じゃなくて桑名なのか。確かに江原の件を検証すれば自然とこれまでの桑名さんの行動も浮かび上がってきます。そして桑名を引っ張り出せればそれを追う RK とその黒幕も動くはずです。 RK の相馬は沢先生が知りすぎていたと言ってました。つまり黒幕には人を殺してまで守りたい秘密があるってことです。そいつを捕まない限り沢先生が浮かばれることはない。俺らが彼女のためにできるのはもうその黒幕に報いを受けさせることだけです。わかったよ。なるほどな。もうとっくに引き返すって選択肢はなかったわけか。源田先生、どうやら俺はすっかり平和ボケしてたらしい。まあそれに若者たちの成長は甘く見てたな。すみません、先生に向かって生意気な口を聞きました。いや、そりゃこっちのセリフだ、沙織君。よし、ここまで言われちゃ腹決めるしかねえやな。もう諸君を止めるものは何もない。存分にやってくれ。はい。もしもし、八神氏、まだ神室町においでですかな。ああ、どうした。RK が偉人町で数を増やし続けているんです。なんだか異様な空気ですぞ。そうなのか。それでどうも相馬や阿久津といった幹部たちがまだこちらにいるのではないかと思うのですが。どうかな。俺が相馬ならもう偉人町は出てるだろうけどな。沢先生の件で警察に手配されてるだろうし。なるほど、確かに。まあこっちもちょうど一段落ついたとこなんだ。これから偉人町に戻るよ。杉浦も借りたままだし、つくもにも情報を共有しときたいしな。了解です。ではお待ちしてますぞ。行くの？ぼんやりしてるうちに沙織さんがどんどん遠い人になっちゃいそうで、僕も頑張らなきゃ。新谷はいなくなっちまったが、沙織君がうちを支えてくれてるよ。星野君はまあそのうち本気出すだろう。私はこれから
控訴申し立ての準備に入ります。矢上さんにはそれができるだけの材料を集めていただきました。ありがとうございます。ちょっと でしたか。なるほど、だいぶ見えてきましたね。うん、桑名さんじゃなくて北方先生か。その教え子たちが江原の御子柴殺しをサポートしてたってことだけど、でもそれだけじゃまだ説明のつかないとこがあるかな。と言いますと？ RK がなんでしつこく桑名さんを追ってるのかだよね、矢上さん。ああ、そこに沢先生が殺されなきゃならなかった理由もある。もともと RK は偉人町に来る前、河合信也を探してた。ところが河合が殺されたらしいと分かると、なぜか急に探す相手を桑名に変えた。奴らの目的は何なんだ。考えて答えが出る問題じゃないのかもしれませんね。それこそ RK のメンバーから聞き出せないでしょうか。偉人町で数を増やしているようですし。ただ末端の連中に聞いてもろくな情報持ってないからな、あいつら。阿久津か相馬がいれば別なんだろうけど。そうですな。ここでじっとしてても始まらないか。ちょっと街に出てみるよ。うちはフットワーク軽いのだけが取り柄なもんでさ。またまたご謙遜を。ええ、矢上氏にそう言われては僕らの立つ瀬がありませんぞ。もしもし、白崎です。矢上さん、今大丈夫ですか？ああ、どうかした？江原さんとの接見を思い返していたんですが、ちょっと引っかかる言葉があったんです。それで矢上さんのご意見を伺いたくて。引っかかる言葉って？桑名は江原さん以外のいじめ被害者にも復讐を進めてきたと。
そして江原さんは続けてこう言っていました。復讐を拒んだ人もいたけど、警察に告げた人は誰もいないと。うん、それで？桑名が最初に殺したいじめ加害者は自分の教え子だった河合信也ですよね。そのいじめを苦に楠本充君が飛び降りて今も昏睡状態にあります。だったら桑名はその親にも復讐を持ちかけたんじゃないでしょうか。楠本充の親？それで言うと確か楠本玲子だっけ。彼女は厚生労働省の事務次官です。それがもし過去に河合への復讐を持ちかけられ加担していたとしたら、今になってそのことを人に知られたくないでしょう。そこで桑名の口を塞ぐために RK を動かしたとは考えられませんか。 RK にはおそらく誰か黒幕がいるということでしたよね。じゃあそれが楠本玲子。事務次官ともなれば半グレを動かせるのでは。一応筋は通るように思います。ああ、彼女のことは前につくもも調べてくれてた。ああ、すぐに話してみるよ。やったな沙織さん、 RK の黒幕が見つかったかも。八神さんにそう言ってもらえて自信が出てきました。ああ、それじゃあ何か分かったら連絡する。八神さん、もう帰ってきたんだ。てっきりどこぞで夜までお楽しみかと思ってましたぞ。今からここで楽しむつもりだよ。また楠本玲子のことを調べてほしいんだ。彼女が RK の黒幕だったかもしれない。え？つくも、こないだ見せてくれた楠本玲子の写真また出してくれるか。ほら、こちらを見てくだされ、八神氏。楠本玲子が功労次官になったのは今年に入ってからですね。まだ1年経っていません。今も評判はいいみたいだな。少なくとも彼女を悪く書いた記事は見当たらないようです。組織のしがらみにとらわれない省内改革、天下り企業にも厳しいメスって大活躍みたいだね。事務次官って官僚の一番偉い人でしょ。ああ、そんな人が過去に息子の復讐をしてたとして、そのことを知っている桑名の口を塞ぎたがってる。そういう事情だったら何かのツテで RK を動かすかも。何かのツテでというあたりがやや雑ではありませんか。うん、ただ RK は桑名さんを探しながら沢先生を、その、ああ、沢先生を殺して俺のことも殺そうとした。普通いくらヤバい組織でもそんな簡単に殺しなんてしない。リスクが高すぎる。でもそこに黒幕がいて大きな後ろ盾になってるなら話は別だ。例えばそれが事務次官ってことなら腑には落ちる。ネット覗いてるだけじゃ何とも言えないね。やっぱり本人に直撃するしかないんじゃない。いつもみたいにさ。かもな。しかしそう簡単に会えるものなんでしょうか。楠本充は今も意識不明でいるんだったよな。ええ、どこかで入院してるならそこを張り込むって手はある。なるほど、それありだね。ん、おやおや、これはなんだよ。ネットに速報が。沢先生の殺害犯を手配とあります。で、
ニュースでもやってますね。手配された犯人は私立高校の教員沢陽子さんが自宅マンションで殺害された事件で、神奈川県警は自称便利屋の北方優容疑者を指名手配しています。なんで桑名が。北方容疑者は以前、犯人は RK の相馬でしょ。事件の前後、現場周辺の防犯カメラに姿が映っていました。また10年以上前から偽名を使用していたとみられ、警察は沢さんと何らかのトラブルがあったとみて行方を追っています。矢上氏、桑名さんが防犯カメラに映っていたのなら、そこには RK の連中も同じく映っていたはずですよね。ああ、そうだと思う。もっと言えば俺もどっかしら防犯カメラで撮られてたはずだ。なのに警察は桑名だけを指名手配してる。なんでだ。よし、聞いてみよう。誰に。県警の渡辺刑事、三越場殺しも担当してる。よう、探偵さんか。どうも。桑名が沢先生を殺したって何か証拠でも出たんですか、鍋さん。ニュースは見たんだろ。桑名は現場近くの防犯映像に映ってたし、被害者とは窮地の中、おまけにずっと偽名を使ってた不審者だ。俺は沢先生が相馬にアイスピック突きつけられてんのを見てます。現場には RK の足跡もたくさんあった。なのに桑名が犯人ですか。捜査本部はそう言ってる。俺に噛みついたって何も出てこねえぞ。何があったんです。また上からの圧力ですか。桑名だって重要参考人だろうが、それに組織には組織なりのやり方がある。お気楽な探偵は引っ込んでろ。だいぶイライラが溜まってるみたいじゃないですか。そっちは今どこです。あ、会って話せませんか。同僚に言えない愚痴とかも聞きますけど。鍋さん、お前に会ったとこで話せることは何もねえ。切られちゃったよ。矢上氏、今電話してた相手の周辺の音を拾わせていただいてました。幸い賑やかだったもので、鍋さんの位置がつかめましたぞ。え、本当かよ。中華街のメインストリートですね。すぐに向かえばきっと見つけられます。でも会いに行ったからって話聞いてくれる？なんて考えてるうちに鍋さんはどっか行っちゃうよ。さすがフットワークの矢上探偵事務所。かなわないね。終わらない、この世のウイルス、消えてなくなれ。あの、
ところで、コリアン街にあるんですけど、お酒も美味しくて穴場なんですよ。へえ、それは楽しみ。なんか保健室出る前にバタバタされてましたけど出かける前とかも結構あんな感じなんですよね。一つのことに没頭すると時間の感覚が薄くなっちゃうんですよ。職員会議前とかも無駄に保健室を乱しちゃうから自分が嫌になりますよ。予定の前にアラームとか鳴らしたらどうですか？ああ、なるほど。それはいいですね。でも普通の音だと気づかないかもな。いっそ目覚まし時計買おうかしら。ああ、でもそれだとベッドにいる生徒ごと起こすことになるか。まあ、目覚まし時計ですからね。探偵さんって依頼したら職員会議前に呼びに来てくれたりしますか？探偵を何だと思ってるんですか？ですよね。え？どうしました？大きなネズミが走っていって。この辺りは飲食店も多いからネズミも多そうですよね。そういえばこの間チェリーが気分良さそうに泣いていて、何かなと思って見に行ったら仕留めたネズミを加えていまして、とても誇らしげに血まみれのネズミが。ああ、猫の本能炸裂ですね。それでどうなったんですか？満足げなチェリーがいなくなった後、そっと片付けましたよ。本人に悪気がない分何も言えないので。善意の行動に悩むのは相手が猫でも人間でも変わらないんですね。綺麗にまとめましたね。はあ、これからどうしたものか。京子さん、
神さん、やります。私が処置します。ありがとうございます。いえ、おい、いや、八神さん、いやいや。八神さん、私、ええ、ありがとうございます。いやいや、